今日はあん肝のゼリー寄せを作っていきたいと思います。最初にあん肝の選び方なんですけど、周りについてる血が赤いものが新鮮な証拠です。古くなってくると黒ずんできます。あとはあん肝自体の色ですね。これはピンク色で張りがあってツヤツヤしてるんですけど、古くなってくると黄色くなってきます。そして張りもなくベタッとした感じのものがあります。そういうものは購入しないのがいいでしょう。あとは産地ですね。中国産なんかは手頃な価格なんですが、やっぱり鮮度なんかがちょっと落ちてきます。なので北海道産だったり青森産のあん肝は高値で取引されています。ちなみにこれは余市のあん肝です。あん肝の表面についている薄皮を剥がしていきます。この皮を剥がすことで滑らかになり血が抜けやすくなります。魚の場合もそうですし、このあん肝の場合もそうなんですけど、血は生臭くなる原因なんですね。なのでなるべく取り除いた方がいいですよね。薄皮が剥けたら氷水に30分ぐらいつけといて血抜きをしていきます。それと同時にですね、表面に見える筋も切っていきます。あとですね、アニサキスがいる可能性があるので、その辺も注意して見ていってください。だいぶ血が抜けましたね。鮮度の悪いあん肝は最初からこんなような色の状態になってますね。この後に煮ていくんですけど、均一に火が入るように同じような大きさに切り出していきます。もし厚いところがあれば同じような厚さに切っていきます。油がありそうですね。水につけて血抜きしてもこんだけピンクな状態っていうのは油がある証拠です。あん肝は油があるものの方が濃厚でねっとりした美味しいものが出来上がります。はい、だいたい均一な大きさに切り出しが完了しましたね。はい、出汁で炊く前に一度さっと霜降りをしておきます。はい、そしたら出汁で炊いていきましょう。はい、少し多めの生姜を入れて、かつお出汁が5、酒が1、濃い口醤油1、みりんが1、砂糖が 0.5 です。煮る時の注意点なんですが、あまり炊きすぎちゃうと硬くなって旨味が抜けちゃうんですね。なので沸騰してからこの大きさだったら2分ぐらいで火を止めてしまいます。ですのでアクを取って紙蓋をして火から外してしまいます。あとは余熱でしっとりと火を入れていきます。はい、冷めるまでしばらく鍋止めしておきましょう。その間にゼリー寄せの出汁を作っていきたいと思います。ゼリー寄せの出汁の割合は、かつお出汁が12、濃い口醤油が1、みりんが1です。ゼラチンは板ゼラチンで、出汁1合に対して1枚を入れていきます。ですので、分量はその場合によって合わせてください。今回はお店にあった細長い流し管を使用したいと思います。水で濡らしてラップを貼り付けます。ゼリー液でコーティングをしておきます。先ほどのあん肝ですけど、すごいしっとりと仕上がってますね。火の入れ方は完璧でしたね。ゼリー液を冷やしてとろみがついたものをあん肝の上から注ぎ入れていきます。この手順で全てのあん肝とゼリー液で流し管をいっぱいにします。もうほとんど液体はゼリーになっちゃってますね。でも大丈夫です。この上にラップをしてきっちりと蓋をしていきます。少しゼリーを山盛りぐらいに入れちゃって構いません。この上からラップをしていきます。指でゼリーを鳴らしたらきっちりと平らにして、これを冷蔵庫に入れていきたいと思います。はい、1日経ったものがこちらになります。煮こごりっていうと魚のゼラチンで固まったものを煮こごりっていうんですけど、これはゼリー寄せになりますね。なのであん肝のゼリー寄せという名前になりますかね。冷蔵庫で1日冷やした方がゼリーはしっかり固まります。それとですね、あん肝とゼリー液が味が落ち着いて一体感が出てくると思います。切り出しの注意点としては、角が取れないようにまっすぐと四角く切り出した方がいいでしょう。あん肝のゼリー寄せ完成になります。要点だけ押さえれば簡単に作れると思うので、ぜひ挑戦してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。